162。本物とは何だい？とうとううなぎが天井して豚が千人になったのさ。何のことだいそれは。ヤギが独占ならたちまちは豚占さ。あのくらい食い意地の汚い男はなかったが、あの食い意地と全坊主の悪い意地が併発したのだから助からない。はじめは僕らも気がつかなかったが、今から考えると妙なことばかり並べていたよ。僕の家などへ来て君、あの松の木へ滑裂が飛んできやしませんかの、僕の国ではかまぼこが板へ乗って泳いでいますのってしきりに警句を吐いたものさ。ただ吐いているうちはよかったが、君表のドブへキントンを掘りに行きましょうと促すに至っては僕も降参したね。それから2、3日するとついに豚船になって巣鴨へ収容されてしまった。元来豚なんぞが気違いになる資格はないんだが、全く独占のおかげであそこまでこぎつけたんだね。独占の勢力もなかなか偉いよ。へえ、今でも巣鴨にいるのかい？いるだんじゃない、時代表で大気炎を吐いている。近頃はたちまち老媒なんて名はつまらないというので、自ら天道公平と号して天道の権威を持って任じている。すさまじいものだよ。まあちょっと行ってみたまえ。天道公平？天道公平だよ。気違いのくせにうまい名をつけたものだね。時々は公平とも書くことがある。それで何でも世人が迷ってるからぜひ救ってやりたいというので、むやみに友人や何かへ手紙を出すんだね。僕も仕事もらったが、中にはなかなか長いやつがあって不足税を二度ばかり取られたよ。それじゃあ僕のとこへ来たのも老媒から来たんだ。君のところへも来たかい。そいつは妙だ。やっぱり赤い錠袋だろう。おう、真ん中が赤くて左右が白い、一風変わった錠袋だ。あれはね、わざわざ品から取り寄せるのだそうだよ。天の道は白なり、地の道は白なり、人は中間にあって明石という豚船の格言を示したんだって。なかなか因縁のある錠袋だね。気違いだけに大いに凝ったものさ。そうして気違いになっても食い意地だけは依然として損しているものと見えて、毎回必ず食い物のことが書いてあるから奇妙だ。君のところへも何とか行ってきたろう。おう、ナマコのことが書いてある。老媒はナマコが好きだったからね。もっともだ。それから？それからフグと朝鮮人参か何か書いてある。フグと朝鮮人参の取り合わせはうまいね。大方フグを食って当たったら朝鮮人参を煎じて飲めとでも言うつもりなんだろう。そうでもないようだ。そうでなくても構わないさ、どうせ気違いだもの。それ聞いかい？まだある。くしゃみ先生お茶でもあがれという句がある。お茶でもあがれは厳しすぎる。それで大いに君をやり込めたつもりに違いない。大出来だ。天道公平君万歳だと明帝先生は面白がって大いに笑い出す。主人は少なからざる尊敬を持って反復読書をした書簡の差出人が金箔付きの狂人であると知ってから、最善の熱心と苦心がなんだか無駄骨のような気がして腹立たしくもあり、また風天描写の文章をさほど辛労して吟味したかと思うと恥ずかしくもあり、最後に狂人の作にこれほど感服する以上は自分も多少神経に異常がありはせぬかとの疑念もあるので、立腹と残機と心配の合併した状態でなんだか落ち着かない顔つきをして控えている。